確かに外交的な面会とも言えるけれど、私は今日の面会をただのお茶会だと思っている。あなたもそうだろう、フリーナ殿。フリーナ殿、ヌビレット殿、お会いできて光栄だ。私はフォンテーヌ出身なのでね、紹介は結構。尊き最高審判官であるあなたのことはもちろん存じ上げているよ。おっと、何も、我が子リネとリネットが無実の罪を課せられた件を言っているわけではないので、くれぐれも誤解なきよう。ハウス・オブ・ハースの子供はよく誤解されてしまう。おそらくそれも、ファデュイの評判と関係することなのだろう。これはどうしようもないことでもある。ふん。どうやら、日々多忙な最高審判官のヌビレット殿は、このような社交辞令よりも、いち早く本題に切り込むことの方がお好きのようだ。ここまでストレートに断られるとは。いいだろう。フォンテーヌの法廷における全てのルールを尊重しよう。最高審判官であるあなたを尊重するのと同じくね。ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。お会いできて光栄だ、旅人。ご高名を兼ねてから伺っているよ。私はファデュイ執行官、召使い、旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。そうか。なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは、私とフリーナ殿と大して変わらない。ふん。いいだろう。おままごとはここまでだ。フリーナ殿、神として、先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それとも、それはあくまで私の憶測に過ぎないのかな？君のその表情を見るに、私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。にもかかわらず、君はここでのんきにお茶を飲み、ケーキを楽しんでいる。まるで、ガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。このままで、本当にいいのか。予言は、すべての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や、自分を救う方法を模索している。ハウス・オブ・ハースの孤児たちでさえこの故郷を救おうと尽力しているのだ。それなのに君は、魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。水の神よ、君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちは、いかにして、この時期沈んでしまう土地で生きればいい。旅人、先日最高審判官殿に、面倒な仕事を任せられたと聞いている。どうぞ、ケーキをもう一つ取ってくれ。苦労した者は、報酬と感謝を受けるべきだからね。パイモンも、さあ、